夏だ、幼児だ、爆発だということでやっていきましょう。幼女爆発というゲームね。このゲームはね、幼女に触れると、爆発しちゃうという、なんかなんとも面白そうなゲームだったんでね。やっていきたいと思います。もっと、このゲームをやるのにふさわしい人間がいたはずなんですけど、僕が先にやっちゃいます。ニューゲーム。はじめまして、幼女爆発の世界へようこそ。この世界では幼女に触れると爆発します。星。可愛いからって近づいちゃダメですよ。ダメなの？十字キーで移動シフトでダッシュができる。幼女に触れないようにステージ上の幼女以外の敵、幼女以外の敵に触れ全滅させましょう。幼女に触れずにね。ステージの始めに倒す敵の数、幼女の数、敵の速さ、幼女の速さ等が表示されます。幼女は敵じゃないです。幼女です。触れると一発で死にます。OK。ステージをクリアして次のステージに向かうまでの間だけセーブができます。ああ、そうですね。うん。このステージはチュートリアルですので、超簡単です。まずは習うより慣れろですね。やってみましょう。さあ、チュートリアルステージ、敵の数6、敵の速さ1、幼女は速さ12。スタート。おー、いっぱいいますね。これ、あ、こいつが敵なのかな？あ、これ、あ、ちゃう！爆発。違いましたね。違いましたね。あ、間違えましたね、ちょっと。可愛さの方いっちゃいましたね。で、ちゃんとここからも敵倒していきましょう。敵をこう触れると爆発していくんですね。こういうゲームなようで、ステージは各、あ、幼女にまた触れてしまった。ちょっとカット。ちょっと本当に真面目に行きます、そろそろ。そろそろ本当に真面目に行かないと、難しい。これは難しい。これは難しい。幼女に触れずに行くのはさすがにちょっと難しい。なんだこのゲーム。こんな難易度があったのか。いけー、幼女爆発。オーケー、いい動きです。それでは次のステージも張り切っていってみましょう。一度中継点に戻りますと。一応主人公の名前変えとく？変えときまーす。変態ケケでいきます。変態ケケ。星はないのかな。あった、星いきましょう。あ、ちょっと一回カットします。じゃあ変態ケケ、やっぱこの名前でいきます。一回ちょっと消してしまって変態の文字が消えたんでね、もう一回カットして、ね、やり直してきました。変態ケケ、星でやっていきたいと思います。じゃあ決定。右下のモブに話しかけると MP が回復するよ。左下のモブに話しかけると難易度変更。これいつで難易度を変更できるのか。まあ、イージーでいきますか。普通にイージーの方でいいでしょう。楽しむためにね、回復しますと。やっぱ楽しむためには、やっぱり、真摯ね、変態紳士のケケです。どうも、変態紳士のケケです。じゃあやっていきます。セーブして、じゃあ次のステージやっていきましょうか。左上ですかね、多分。ステージ1。至ってオーソドックスなステージです。同じ形の家の入り口同士や、左右対称に2つ入り口がある家の入り口同士はお互いに繋がっています。なお、それ以外は爆発します。お手持ちのアイテム、アナライザーを使うと敵を倒した数を見ることができます。ご利用くださいませ。わかりました。入りましょう。じゃあ、ステージ1。敵の数10。敵のアイザー6。幼女の数は8人。幼女の数は20。かなり速くなっております。で、スタート。まずは敵をちゃんと倒していこう。幼女に触れたいが、触れたら爆発してしまう。それが、とても苦しいが、敵を倒していきたいところ。さあ、まず、3匹目。3匹の敵を何度か倒す。幼女が迫ってきたが、避けていく。幼女を迫っていくところを、避けて敵を倒していくが、幼女が追いかけてくる。これは逃げなければいけない。敵は残り何匹か、残りこいつだけか。こいつだけの気がするので、触れちゃったー。ステージ1、もう一回頑張っていきましょう。スタート。さあさあ始まりました。幼女に触れずにこの敵を倒していくゲーム。さあ幼女に触れてしまうと爆発してしまう。それをなんもう嫌だ。触れたいが爆発するのは嫌だ。だから敵を倒して後でゆっくり幼女を味わいたい。さあ敵を避けつつ敵の方に向かっていく。この動きはかなり俊敏だ。俊敏な動きをしていくが、幼女がどんどん追い詰めていく。幼女に追い詰められてしまう。やばい。追い詰められてきた。これはとても苦しい状況だ。で、回り込んで、敵に向かう。まだ残っている。まあ、敵は残っている。ここでステージ1クリア。
30の経験値を取得。変態系レベルに行った。ブースト J、ブースト L、スウェイを覚えた。ジャンプを覚えた。さあ、これは一体どういうスキルなんでしょうか。見てみましょう、特技。J 字のように、を描くように高速移動。で、これは L 字を高速移動。まあ、自爆に積んだら死のうってね、これあります。後方2マスに迅速に移動する。通常ジャンプ、2マス前に飛ぶ。2マス前に空いている人、2マス前が空いている人があるけどジャンプが使えると。これで幼女に挟まれた時にジャンプを使って抜け出していくと。そういうことですね。じゃあ MP をまず回復しましょうか。いや、これはイージーでもとても難しいですね。これで難易度がイージーですからね。ハードはどんだけ辛いのか。じゃあステージ2、やっていきましょうか。ステージ、ストレス解消用。お、ストレス解消用ですか。じゃあ、ストレス解消できるんですね。ステージ2、敵の数30、幼女6匹、6匹6人、敵の速さが6、幼女の速さが25と。じゃあスタートしましょう。これはストレス解消だ。どんどん爆発、どんどん爆発していく。これはとてもストレス解消できるが、幼女がいる。幼女が各部屋1人いるので、これは油断していると、ステージクリアー。なんだこれは敵が多すぎた。50の経験値で見た変態系レベル3、ライトニングステップ、バックステップ、ブーストダッシュを覚えた。いやー、ストレス発散だったが、とても簡単でしたね。じゃあさっきの覚えたのを見ていきます。バックステップ5マス後ろに飛んで幼女を回避。ブーストは10マス迅速移動。で、他ライトニングステップですね。華麗なステップで幼女を回避。自分から見て左に右3、前4に移動と。なかなかすごいステップをしますね。じゃあこれを多分ハードで使うんだと思うんだよね、これ多分。このイージーだと、まあそれを使わずに簡単にクリアしてしまうんでね。じゃあ次、ステージ3やっていきましょうか。ステージ3、ここにも繋がる入り口があります。覚えたスキルをうまく使ってかわしましょう。使わなくても全然いけます。じゃあ入りましょう。ステージ3、敵の数10、幼女の数4、敵の速さ6、幼女の速さ20。では、やっていきましょう。幼女が迫ってきた。こういう時に使うんだ。こういう時にスキルを使っていくんだ。こういう時は、なんだ、ライトニングステップでなんとか避けていき、幼女を避け敵を倒していく。幼女に触れたいが、ここは触れるわけにはいかない。ここは華麗に行きたいところだが無理。さあ、ステージ3、もう一回リベンジ行きましょう。さっきのはちゃんとうまくスキルを使ってなかったからミスったのでやろう。じゃあ、こっからはスキルをバンバン使っていきたいところは、ここはちゃんと幼女を避けて、上に上がり、幼女が迫ってきたがこっちに行く。ここでこの入り口を使って、敵を倒していく。幼女がここにはいない。幼女がいないってことは敵を倒し放題。幼女が下からやってきた。触れるわけにはいかない。ここは幼女を避けて、敵を倒していきましょう。これでクリアー。ステージ3クリアー。80の経験値を手に入れて、レベル4、ホップ、ステップ、ジャンプを覚えた。おー、これはなかなか楽しい。すごい楽しい。とても楽しい。回復しますと言って回復しましょうか。とても楽しい。幼女爆発。このゲームは神ゲー。本当に神ゲーだと思います。じゃあ、このさっきのホップ、ステップ、ジャンプはなんだ ?10 マス前進してどんな障害物に飛び越える資源じゃなくて、10マス先をちゃんと空いている必要があると。これなかなか上級者向けですね。じゃあ次、ステージ4やっていきましょうか。ここにはメイドがいます。メイドは触れられると別の場所に移動します。うまくメイドを使って幼女を閉じ込めましょうと。もうメイドには触れるんだね。幼女は触っちゃいけないけど、メイドは幼女を閉じ込める。危ない響きですね。ありましたね。10歳だけ小学校5年生の子をね、監禁した話もあったが、そういう感じになってくるでしょうね。敵の数8、幼女も8、敵の速さ10、幼女の速さ20。では、ステージ4、スタート。で、ここで、そういうことですか。これで幼女を閉じ込めろと。そういうこと分かりました。じゃあ、ここ敵をまず倒して、さあ、幼女がやってきた。ここで使うのが、必殺、ホップ、ステップ、ジャンプ。やっほい、ホップ、ステップ、ジャンプ。これはなかなか強い。で、ここで倒して、幼女がやってきたが、
幼女がやってきたが、ここはこうやってここを切り抜けて、幼女がいる、まだここに幼女がいる、幼女がやってきた、幼女がやってきた、幼女が危ない、ここはどうしようか、ジャンプ飛び越えましょうか、ここは、ここはジャンプで飛び越える、で敵を倒す、でここは MP がまだ99あるので、幼女の滝ホップステップジャンプで10マス飛ぶ。さあこれ敵をまた倒していき、ここで幼女がやってき、やってこない、よし、ここはチャンス、ここはチャンス、逃げていきましょう、幼女がいないところ、そこへ行くのが大事だ、敵を倒す、まだ、あそこに一匹いた、だがこの幼女、この幼女がいる限りここを抜け出すことはできない、だがこうやって回り込みをちゃんと避けることができる、幼女がやってきた、幼女がやってきた、幼女がやってきた、ここはね、ここはね、ジャンプを駆使しましょう、さあ爆発、さあステージ4、もう一回リベンジしていきましょう、スタート、さあ幼女を閉じ込める、難しいが幼女を閉じ込めるのは難しいが、ここは頑張っていきましょう、まずはメイドがいないところを順調にまず壊していきましょう、だが難しい、ここはまずスキルジャンプでここの先に行きましょう、ジャンプしてこいつを倒し、幼女をおびき出してからの特技ホップステップジャンプで10マス先に飛び越える、そしてここの敵を倒し、で幼女がやってきたので、ここは普通に避けれる、普通に避けて、ここで特技はいらない、普通に出して逃げれて敵を倒していく、さあここの幼女がやってきた、もっと近づかせてからのホップステップジャンプ、ホップステップジャンプで10マス飛ぶ、ここ10マス飛んでからのここを行きましょう、ここの敵をまず倒す、で幼女をこちらに呼び寄せてからこっちに逃げていくが、ここで幼女が登場していく、幼女を登場していくが、ここで必殺何行きましょう、ここで使うのは、ここは逃げましょう、ここは逃げてこちらにおびき出して幼女が 2匹やってきて、やったところにここを逃げ出す、うまいこと避けていく、これが実況者の力だ、さあこれ倒しましょう、ここ倒してこう行ってここをおびき出してからのこうだよ、できなかった、敵を倒しましょう、ステージ4クリア、なんとかクリアできました、100の経験値、 Z ジャンプを覚えました、ここで Z ジャンプを覚える、さあ回復しましょう、さすがにこの実況全力でやってるから、さすがに疲れてくる、さすがに疲れがそろそろ見え始めてきた、だがこの幼女爆発とても面白い、幼女と逃げながらね戦っていく、ちょもう何言ってるか全然わからない、じゃあステージ5行きましょう、このステージ5はむずいです、プレイヤースキルがないと積むかも、僕にプレイヤースキルがないとでも思うのかい、じゃあ入っていきましょう、さあ行きましょう、ステージ5、敵の数は15、幼女の数10、敵の速さ15、幼女の速さ15と、スタート、やっていきましょう、幼女から逃げつつ、幼女がたくさんいるからね、もうさっさと近くにいる敵をさっさと爆発して、ここはクリアしていきましょう、いざとなったらホップステンプジャンプというスキルがある、そんなスキルがあれば幼女なんて簡単に飛び越えられるが、ここはよく積むというなんか作者からのメッセージがある、ここで幼女発見した、ここも幼女発見、たくさん幼女がいる、これは幼女がたくさんいる、これは難しいが、ここで使うのはさっき覚えた Z ジャンプ、左10前10、これは必要だね、 Z ジャンプ使えない、ここで使えない、さあ避けていく、 Z ジャンプは使えなかったが、しっかり避けて敵を倒していく、さあここで敵がやってくるが、やってこない、ここは避けていく、でここでスキル、うまいことスキルジャンプを使ってここを越えていく、越えた先には敵がいっぱい、幼女もいっぱい、さあ幼女がいっぱいいる、ここで使うのはスキルホップステップジャンプで敵を速攻倒していく、このスキルの使い方とてもうまい、幼女発見だがここはまず逃げましょう、ホップステップジャンプは使えないが、ここでうまいこと避けていきましょう、こっちに呼び寄せてからのこうだが、
幼女がいる、幼女がいたー。